イングリッシュウェイウェイ、どうもジャボです。わあ、さあ今日もね、ニューホライズン、中学校1年生の英語の、教科書がニューホライズンの人に向けたね、授業をやっていきたいと思います。今日は14ページ15ページの日本語訳を書いていきます。早速、やっていきましょう。14ページカイトとメグちゃんの会話ですね。なのでもうカとか言って書いていきましょうか。カイト君のカね。 Are you from Sydney? あなたはシドニー出身ですか。 Are you from Sydney? シンってこれで合ってるっけ。メグちゃんが言うんですね。メグちゃんはメイでいきましょうね。はい、私はそうです。もう私はそうですなんてね、言う言い方しないけれど、一応最初だし、カイトか。はい、私はそうです。 Yes, I am だ、ね、I が私だ、ね、で次、カイト。 So, are you a rugby fan? そうしたらあなたは、そうしたらあなたはラグビーファンですか。このそうをね、そうしたらっていう風に覚えましょう。っていうことはみたいな感じですね。あのシドニー、オーストラリアっていうのはラグビーが有名なので、あ、じゃあラグビーファンですかって聞いてます。でメグが答えます。いいですねこれ、本当にリアルな感じですね。いいえ、私は違います。確かに女性であんまりね、ラグビーとかクリケットとかファンな人あんまりない。いいえ、私は違います。そんなこともないか、まあ、男の人たちがすごいね、スポーツのファンのイメージがあります。いいえ、私は違います。ノーアイムノーアッチで、メグちゃんが続きます。こっちに書いておこうか。私はクリケットファンです。で、これね、アイム、あ、クリケットファンって言って、私は一人のクリケットファン、あっていうのがつくんだけれども、まずはね、私はクリケットファンですって言って、アイムはクリケットファンって、あっていうのをね、暗記しちゃいましょう。言えるようになりましょう。アイムはクリケットファン。次のページね、15ページいきますよ。カイトくんが言います。クリケット?日本ではね、馴染みがないですよね、クリケット。クリケット?あなた、もうにしようか。あなたも、それをプレイするの?プレイするってなんか、何々するするってなってるけどね。あなたもそれをプレイするの。Do you play it too? って言って、to がついてるからもうにしてますね。あなたもそれをプレイするの?で、メグちゃん答えます。なんて言うんでしょう。いいえ、私はしません。しませんなので、No, I don't ですね。私はそれを、見るだけです。Just が入ってるね。見るだけです。きつかったら14ページかだけ覚えて、次15ページだけ覚えるみたいなやり方をね、自分で工夫してみてください。いつか No, I don't. I just watch it. で、カイトが言います。サッカーはどうですか。この日本語の通り覚えてね。サッカーはどうですか。 How about soccer? で、そのままカイトが続きます。あなたはサッカーを好きですか。あなたはサッカーを好きですか。で、メグが答えます。はい、私は好きです。はい、私は好きです。 Yes, I do。 いいですか。ここまで書けたらですね、みんなは、この日本語を見ながら、いらない紙に英語を書いて、これを覚えて、この日本語を見ながらその英語を書けるような状態になってください。何分でできるでしょうか。まあ、細かいところ間違えちゃうのはね、全然しょうがないけれども、もう細かいところまでいけたらもうね、ほぼ覚えてるってことだから、それは本当にすごいことです。自信を持ってください。そして、暗記無理って言う前に、まずやってみてください。諦めずに。本当にね、何度も何度も一緒に頑張っていきましょう。よし、じゃあちょっと文法のこともね、説明しておきたいと思います。前回はね、動詞には B 動詞と一般動詞があるよって言ったよね。で、その B 動詞と一般動詞の今日は疑問文と否定文っていうのをね、勉強してみたいと思います。疑問文っていうのは、何々ですか。これを疑問文と言います。言葉だけ覚えておいてね、まだ今の段階はね。で、何々ではありません、しません、こういうのを否定文って言うんだよ。で、 B 動詞と一般動詞にはね、この疑問文と否定文の作り方っていうルールがあります。それを覚えておけば疑問文と否定文、どんなパターンでも使えるよっていう風になってくるんですけれども、まずはね、どれが疑問文なのかな、どれが否定文なのかなっていうのをね、意識しながら英語を書いていくとね、より頭に入ってくると思うので、まずは暗記してから文法のことをね、勉強していきましょう。今日もご視聴ありがとうございました。また引き続きやっていきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価押してね、一緒に頑張っていきましょう。バイバイ。